明日町にある横浜高速鉄道港未来線の駅で同線の終点である。副名称は山下公園。駅番号は MM06。駅周辺地区は横浜市における都心の一つである横浜都心に指定されている。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。元町口寄りは中村側の直下に位置している。 伊藤富夫建築設計事務所が設計を行い、施行は、熊谷組、東洋建設、相鉄建設、JV が担当した。2013年3月16日より、相互直通先である、東急東横線が、渋谷駅での東京メトロ副都心線、西武池袋線、東武東上線との相互直通運転開始に伴い、特急、通勤特急、急行を、 現行の8両編成から10両編成に増強させるため有効長延伸工事が行われた。港未来線も東横線を介して福都新線方面に直通する。駅舎上部には全国発の立体都市公園となるアメリカ山公園がある。港未来線では土曜、休日ダイヤのみ運行する有料座席指定列車 S トレーンが発着する。 夜間留置が2本設定されている。改札は東西別々に2箇所あり、それぞれ以下の出入口とつながっている。2020年度の1日平均乗降辞任は39,611人である。港未来線の駅では横浜駅、港未来駅に次ぐ第3位である。開業以来の1日平均乗降乗車辞任推移は 下表の通りである。元町商店街もしくは、中華街を抜けて、JR 根岸線の石川町駅までは10分程度で、ある。開業後3ヶ月ほどは、校内通路のほぼ直上に、テレビ、神奈川本社があったが、大田町へ移転した。中華街入り口、山下町横浜市営バス、神奈川中央交通、元町入り口、横浜市営バス、 神奈川中央交通計画段階での過小は元町駅であった。これに対し横浜中華街関係者が中華街を加えて元町中華街駅とするように要望したが元町商店街関係者が中華街と一緒にするなと反対するなど水面下で元町商店街側と横浜中華街側で論争となっていた。結局駅名は 元町と中華街の間に、を使用した上で両方の名前を並木することになり、さらに観光地としての知名度が高い、山下公園が副名称として加わった。記事本文の出展利用状況の出展。ありがとうございます。